フッカーはラグビーリーグフットボールチームにおけるポジションの一つである。通常は背番号9をつける。フッカーはチームのフォワードの一人である。スクラムの間、フッカーはフロントローでプレーする。ポジションの名称はボールを足を使って後方に捕まえるあるいはかき集める役割に由来する。この理由のため、フッカーはレイクと呼ばれることもある。 アンソニー・ミッチェルのようなフッカーは大抵、プレイ、ザ・マイナスボールに続いて、ボールを拾い上げる、ダミーハーフの役割を果たす。フッカーは、タックル後のプレイ、ザ・マイナスボールからボールを拾い上げる代理ハーフバック、または、ダミーハーフの役割を大抵果たすため、ボールに触れる機会が、かなり多い。したがって、フッカーは次にボールをどうするかを決定するという点で、重い責任がある。 したがって、二人のハーフバックスとフルバックと共に、フッカーはチームの積水と呼ばれることがあるものを作る四つの鍵となるポジションの一つである。ハーフバックをフッカーへコンバートする流行が10メートルルールの導入後に生まれ、ジェフ・トゥーベイ、アンドリュー・ジョンズ、クレーグ・ガワー、ピーター・ウォレスといった多くの選手がキャリアの途中でハーフバックからフッカーへ転向した。ラグビーリーグ競技規則は、 フッカーが9番をつけなければならないと言明している。しかしながら、スーパーリーグといった一部のリーグでは、選手はポジションに関わらず個別の背番号を割り当てられている。1996年に出版された、ある本は、シニアラグビーリーグにおいて、フッカーとスタンドオフ、5マイナスエースが、他のポジションよりも多くボールを手で扱う、と述べている。 ナショナルラグビーリーグの2013シーズンにおいて、タックル数の上位6選手はすべてフッカーだった。それぞれの国のラグビーリーグ殿堂入りしたプロップは、ニュージーランドのジョック、バターフィールド、オーストラリアのケン・カーニー、サンディ・ピアース、キャメロン・スミス、ノエル・ケディーである。ありがとうございます。